今のターンでミユーはリアガード3体ダメージ3点、リンクはこれでダメージ5点だけど、次はリンクのターン。ミユーちゃんやるね。でもここからだよ。スタンド&ドロー。あの表情は何かいいカードを引いたに違いないよ。白き一線、黒き残響、天下無敵の二刀流、いざ抜刀。ライド、武装の運命者バルガドラグレス。うわー、何あのユニット、すっごく強そうだよ。バルガドラグレス、行くよ。リアガードでアタック。ヴァンガードの攻撃を2回も耐え切るなんて、なんとかしのぎ切った。でもこれはどう？ディバインスキル発動。ディバインスキルって何？ディバインスキルはファイト中一度だけ使用できる特別なスキル。バルガドラグレスのディバインスキルは相手のダメージが4点以上の場合、スタンドしてドライブをプラス2。すごい、3回攻撃。これでとどめだよ、ミュウちゃん。バルガドラグレスで3回目のアタック。ガード、ツインドライブ、トリガーチェック、クリティカルトリガー。リンクちゃん、ここでクリティカル。でも1枚だけでは足りません。効果は全てヴァンガードに。セカンドチェック、ハピアラヒールトリガー。ダメージを1点回復してパワーはヴァンガードに。ガードが突破された。しかもさっきのクリティカルトリガーでミユーが受けるダメージが上がっている。ミユーちゃんのダメージは4で、今から受けるダメージは2、ダメージ6点で終わっちゃうの。ミユーさん、ダメージトリガーチェック。1枚目はトリガーなし。次にヒールトリガーが引けなかったらミユーちゃんの負け。セカンドチェック、ヒールトリガー。ミユーちゃんやったの、ダメージ回復なの。すごい、防ぎ切った。うわ、守られちゃった。でもミユーさんの手札は今のガードで0枚ですわ。私のターン、お願い応えて。スタンド&ドロー。うーん、リンクさん、私このターンで勝ちます。ファイナルターン。アニメカードファイトヴァンガードディバインズ好評放送中。